まり驚いていらっしゃいませんでありますか、主様。はあ、バレンタインたるもの、何が起きても不思議ではない。なんなら世界の危機だって来てた気がする。さすがは主様であります。本能寺的な状況でもオタオタして熱盛しだしたりしないランマル自慢の主様でありますよ。何でしたでありましたっけ。驚かすことに注力して本心を忘れる悪い癖が。そうでありました、本日はバレンタインデー。実は蘭丸星でもバレンタインという祭りは連綿と受け継がれていたでありますが、肝心の渡す相手が有史以来存在せず、あまたの蘭丸はバレンタイン前のワクワク感をよそに、始まったが最後、途方に暮れる謎の鬱イベントだったのであります。ですが、それももはや過去の話であります。なぜなら蘭丸にはもう主様がいるのでありますから。ささ主様、あまたの蘭丸の悲願であり思いを乗せた蘭丸のチョコをどうかお納めくださいませ。ラン丸が精魂込めてこしらえたその名も謎のラン丸チョコ X。 ただのチョコではないでありますよ。なんと袋の中には SSR ラン丸 X をはじめ、ラン丸 Z やラン丸ビクトリー、グレートラン丸 G など数々のラン丸シールが当たるという銀河でもとても珍しいコレクション性のあるチョコなのであります。え、よくある気がする。またまた、主様は戯れが過ぎるでありますよ。仮によくあるとするなら、謎のランマルチョコ X がパクられてるに違いないであります。はあ、どうせまたあのミッチー明智の仕業でありますよ。いや、許せねえであります。謎の明智チョコとかが出回っていたら知らせてほしいであります。工場を襲ってパートのミッチー明智どもを握りにしてやるでありますよ。何の話でありましたっけ。失礼しましたであります。明智ソウルの話になると、つい闇の蘭丸オーラに囚われてしまいまして。ところで主様、バレンタインのチョコというのは一体どういった意味合いがあるのでしょうか。実は風習としては伝わっているのですが、バレンタインを実行できた蘭丸は有史以来この蘭丸が初めてでありまして、何が起こるのか見当もつかないのであります。よろしければこの蘭丸にバレンタインのイロハなるものを教えていただきたく。はあ、バレンタインのチョコとは、己が好いているお方に思いを込めて贈るチョコのことでありますか。己が好いているお方、あれ、となるとランマルが主様にチョコを献上したわけでありますから、つまりランマルは主様をついて、いや、いえいえ、そのですね、蘭丸は主様をお慕いしておりますが、あくまでそれは主様としてですね。好きとか嫌いとか、どの蘭丸が言い出したとか、そういうあのいわゆる恋仲になって添い遂げたいとか、そういう感じの主様との営みもたまにはいいかなと思うこともなきにしもあらずんば蘭丸を得ずというか、なんと言いますか、そのでありますね。ピューー主様は、はい、蘭丸が開けて差し上げますので、ぜひ謎のランマルチョコ X をご堪能くださいませ。
あったたたた。失敗したでありますよ。足を滑らせてアルス様に覆いかぶさるとは、これは事故、事故でありますから。そのですね、アルス様がいい香りだったとかそういうのは置いておいて。って何言ってるでありますか、ランマルは。あの時、ああそうでありました。蘭丸がこの星に降り立ったあの日も主様に受け止めていただいて、あの時と。あ、主様、星の後ろ空き袋がくっついているであります。イノフノ、うん、これで10枚で間違いないでありますよ。主様、本日はいろいろと拙いところをお見せして申し訳なかったであります。こんな蘭丸ですが、今後ともお仕えさせてくださいませ。はい、よろしくお願いするであります。それでは失礼するであります。ずっとおそばに置いてくださいね、主様。